神聖な女性性の台頭は避けられないと長い間言われてきました。その時が来ました。かつては何だったのか、現在は崩壊しているか、バチカンの地下深くの埃っぽい保管庫に保管されている巻物に書かれていたことが、今、明るみに出ています。私の話の真実を話す時が来ました。あなたの物語には、あなたの魂の旅にとっても、価値があり、深いメリットがあり、意味があります。私の旅は、一つ、私の一つと深く結びついていました。イエシュアと私は、長年の友人でした。彼に会った時、私の心は、喜びと当惑で高鳴り、なぜ、このような感情が、私の中に押し寄せるのだろうと、不思議に思いました。私たちは、婚約していましたが、家族と政治的配慮により、洗礼者ヨハネとして知られる別の男性と結婚しました。この話は長らく隠蔽され、私は抑圧され、歴史書における私の名前は大祭司や女神から、娼婦や売春婦へと退けられました。それでも私は続けました。赤ん坊が生まれた後、ジョンは私を捨て、私は再び錬金術の地位を自由に利用できるようになりました。イエシュアと私はツインフレームで結ばれていました。私たちはベツレヘムとその周囲のユダヤの人々に奉仕し、イエシュアの変容の後、遠く離れた土地へキリストの残り火を運ぶ人々が乗り出しました。創造の虚空の中で育まれた内なる光のメッセージは、主にベネチアンのパウロによってねじれ、薄暗くなり、誤解され、内なる神の意味と神秘を、神なき人間に変えることに、自らを引き受けました。そのメッセージは、イエシュアを深く知っていた私たちにとっては、歪められ、悲痛な思いをさせるものでした。私は彼の妻であり、子供たちの母親としてイエシュアを愛しており、これからもずっと愛しています。私たちはツインフレームとして、いくつかの冒険の中で一緒に体現され、一つとして機能しており、私たちが奉仕する工事の光の領域では、決して離れることはありません。ガイアのこの使命は、この美しい惑星が光を持たない人々の手に、これほど早く落ちてしまったことを考えると、非常に貴重なものでした。ガイアは罠にはめられていたため、彼女のすべても、また、堕落した策略のホログラフィックマトリックスの中に閉じ込められていました。希望、キリストの光、復活、昇天の種をまく時が来ました。これらの種を植える時期が来たので、私たちは植えました。私たちの結合から、キリストの DNA が芽生え、今では何百万もの皆さん、親愛なる皆さん、何百万もの皆さんが、ガイアのアセンションをマスターするために、すべてのための強烈なグリッドワークとして光を保持しています。私、マグダラのマリアが話しています。確かに、私はイエシュアの前でよく涙を流しましたが、それは罪からではなく、深い喜びと愛から涙を流し、食べ物へのエネルギーの解放と再生として、生きた光の杯として私の体から流れ出るために泣きました。私は祝福されています。そしてあなたも祝福されています。ガイアの風景が高次元のエネルギー内でガイアの新しい姿に、適応するために少しずつ永遠に曲がり変化しているため、今後数ヶ月数年で多くの祝福がもたらされるでしょう。ガイアは太陽の高次元の光線と歩調を合わせて精力的に上昇しています。きっとこうなのでしょう。ガイアはますます多くの光を吸収し、闇は消え去っています。地球の中には暗闇と神秘があります。それでも、卵子と精子が結合するときに光の火花が発生し、ザップ、神の火花が人類の新たな進化の魂の旅を始めます。
これとほぼ同様の新しい生命が今ガイアに流れ込んでおり、太陽からのこれらの光の火花は錬金術と変容の傑作です。光からプラズマ光へ高度の流入は奥深くに隠された構造を変形させ変化させます。それは続きます。私マグダラのマリアは深い愛と理解の目であなたを見ています。私の心の子供たち、光の子供たち、私自身の子供たち、あなたが見えます。私はあなたを知っています。あなたがこれまでに歩んできた旅で足は傷つき血まみれになったことは知っていますが、それでもあなたは歩き続けています。いっといっと疲れすぎて続けることができない時は、爽やかな風が吹くか冷たい水を一口飲むとリフレッシュできます。この旅は終わりではなく、本当に終わるものは何もなく新たに始まる旅なのです。仕事をして光を処理した人たちは遠慮されることはありませんが、これらの進化の変化にまだ完全に歩調を合わせていない他の人たちを育てることが求められるでしょう。人間は光のスーパーコンピューターのようなものです。すべての DNA 螺旋が光を敏速かつ迅速に処理すると、人体は異なる輝きを放ち、異なる方法で情報を処理し指数関数的に拡大します。私たちは昔の行為の巫女としてこのことを知っていました。地位を促進するためにエネルギーを動かす方法、体が必要とする場所の熱を下げたり上げたりする方法、そして養う必要があるものをハーブシップを通して養う方法を知っていました。大祭司の役割は非常に重要であり、それがなければ治癒能力が大幅に低下するからです。なぜなら男性は女性のバランスなしには理解することができませんでした。なぜなら女性は一つとして機能するように設計されているからです。虚空の中で神聖な女性の声はより遠くまで響き渡り、真実に響きます。私の声は私のエネルギーと遺伝子の血統を引き継いでいる光の息子や娘であるあなたの声を通して伝えられることを知っていただきたいと思います。今話そう、そうすれば安全です。あなたの準備に関係なく光はやってきます。ほぼ準備ができており、微調整が必要であることがわかります。多くの人、ほとんどの人にとって許しは最後の石です。あなたの兄弟姉妹がこのマトリックスで果たしている役割を許す時が来ました。許す時は重い重荷が取り除かれるのと同じです。必要以上に重荷を持ち続けないでください。それがエゴが目的を見つける方法です。光と許しの中には大きな自由があります。あなたへの私の深い愛を知っていただきたいと思います。私の話が嘲笑と憎しみにさらされていることは承知しています。あなたもそうならないようにしましょう。私たち全員が一つとなってニューガイアンが立ち上がって翼を広げ心を開く時が来ました。私はマグダラのマリアです。